皆様、オラカルロスです。マスカルポーネホイップなるものを手に入れまして、マスカルポーネチーズと生クリームって言ったら皆様スイーツは何を思い出しますかね。やっぱりティラミスですよね。ですのでティラミスクレープ、どうにかクレープに美味しくできるような感じでならないかと試行錯誤してまいりますので、ぜひ最後までご覧ください。2枚目はですね、生地にコーヒー、濃いめのコーヒーを、混ぜ込みまして広げておりますが、ちょっとですね水分量が多くてですね、ここはやっぱりちょっといろいろと、でもいろいろと調べたんですね。ティラミスってどうやって作るんだろうから入ったんで、ティラミスってクッキー生地みたいなのにコーヒーシロップを染み込ませて、マスカルポーネチーズとホイップとココアパウダーですね、これがメインになる、食材かと思いまして、ですのでクレープの生地にコーヒーを染み込ませたといいますか、混ぜ込みましたといいますか、そんな感じで生地を作りまして、ココアパウダーとマスカルポーネホイップで、これでティラミス、ちょっとなんか寂しい感じもしなくもないんですけれども、で、カルロス、これ食べさせていただきました、試食としましてですね、やっぱ味的にはティラミスっぽいんですけど、クレープにはちょっと本物のティラミス食べた方がいいんじゃないのっていう感想なんですよ。で、そこでですね、いつもお世話になっている方にね、いい情報をいただいたんですね。なんかマスカルポーネホイップとフルーツが合うと。で、さらに言ってみると、マスカルポーネとあんこ合うということで、もう一枚焼いていきます。はい、まずはですね、京都から送っていただいているあんこと、そしてここにバナナですよ、バナナ、そしてメインのマスカルポーネホイップと、これカルロス食べましたけど、久しぶりに感動を覚えるマッチングでした。マッチングアプリじゃないけどね、すんごいこれマッチングたまんないですよ。これなんとも言えないマッチング、ぜひ一度食べていただきたいと思います。それでは皆様、アディオース。